はい、どうも、たそうしゅんです。本日の動画は今週のガツカ解説やっていこうと思います。新フェーズが今週から始まって、最速でディビアン行きたい方だったり、フォメに迷ってる方はぜひ見てもらえると嬉しいです。見る前にぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。ということで、早速やっていこうと思うんですけど、今回紹介するフォームは 4-2-2 のゼロトップのフォームですね。獲得候補はヨーロッパプレミアリーグマンチェスターユナイテッドで獲得できます。チームスタイルはロングカウンターかショートカウンターがおすすめですね。このフォームは実は以前もこの動画で紹介していて、この時は 4-2-2 ゼロトップの良さを最大限に生かす人選にしてたんですけど、やっぱりナンバー10だったりインサイドレシーバーを使うと好みが分かれてしまったり、持ってない選手がいたりするので、今回 4-2-2 を癖なく使える人選を持ってきました。それがこちらとなるんですけど、まずゴールキーパー、センターバックですね。ここは自分の好きな選手を置いてください。丁寧に DMF の選手を持って守備をしたら、裏は取られない方面にはなっているので、センターバックはスピードより守備能力重視で組んでもらいたいですね。続いてサイドバックは攻撃的か守備的、どちらでもいいと思います。無重視だと上がりすぎてしまうので難しくはなるんですけど、どちらも攻撃的でもスピードがある選手だとあまり守備に困ることはないですし、守備が苦手な方は両方守備的でもいいと思いますね。次に2ボランチは両方 DMF にして、1枚は守備能力が高くてかつスピードが速くて足元能力が高い選手、もう1枚はアンカーか高身長の守備の上手い選手にしてください。2ボランチを両方 DMF にすることでかなり守備が硬くなりますし、点も決められにくいので試合に安定感が出てくると思いますね。次に 2OMF には1枚をチャンスメーカー、もう1枚を2列目にしてください。ここはワンパスするパワンシューがあるといいですね。得点源にもなってきますし、チャンスメーカーの選手はパスが上手いと両サイドに展開するときにかなり楽になるので、できるだけパス数値の高い選手だといいと思います。そして最後にウィングはウィングストライカーが無重視を置いてください。どちらの選手もピンポイントクロスとスルーパスを持っておくといいですね。ウィングの選手がドリブルで縦に突破して中の選手に当ててゴールを決めるっていうのが理想的な形にはなってくるので、もし中が詰まっている時なんかは少し低めの位置を選手を見るといいと思いますね。ということで皆さん、いかがだったでしょうか。かなり使ってて楽しいですし、安定感のあるフォームなので、日頃から 4-4-2 だったり 4-2-2 の 2OMF を使っている方にはかなりハマると思いますね。この動画いいな、参考になったなって方、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でしましょう。バイバイ。